皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。アイドルグループ、スノーマン、野久間大輔に人気 VTuber との、つながり、つながり、疑惑が浮上した。騒動の発端となったのは、旧ジャニーズ事務所内のゲーム好きメンバーが集う YouTube チャンネル、放課後ゲーミングライフでの生配信だ。現在流行中の、スイカゲーム、を楽しんでいたところ、画面上に、ゲ太郎 というフレンドからの通知が表示されたと同時に佐久間の顔色が真っ青に変化。さらに焦った様子でおもむろに席を外すと、その直後に配信が終了してしまった。これにファンからは、ゲ太郎って誰、友達だったのかな、などと佐久間の個人情報を心配する声が続出。しかしネットユーザーから、この通知内で表示されていたアイコンが人気 VTuber、星町彗星。 のの姉のゲームアカウントに告示していると指摘されてから状況が一変佐久間の異様な焦り具合も相まって2人の間のつながりが疑われる事態となってしまったアニメや漫画をこよなく愛するオタクキャラとして知られる佐久間は以前から星町のファンであることを堂々と公言している過去には TBS 系の番組で名前を出すと地上波で宣伝することでスイちゃん星町のニックネーム おどっかの曲の音楽番組に出させてもらえないかな。などと元気よく、不況活動に取り組み、共演者の笑いを誘う場面もあったという。星街を知る芸能関係者も、星外足も、佐久間の誕生日にコメントを寄せたことがあり、両者の関係は良好。これは彼のキャラクター性が大きかったんでしょう。男性アイドルとはいえオタクっぽいキャラクターで売ってる人物だから、ファンからの反感を買いにくい。 と説明する。しかし実際に両者の間に、つながり、があるとなれば話は別だ。この状況に特に落胆の色を隠せないのが佐久間のファン。あらゆる媒体で聞かされた星町彗星の話が、つながってる女の話だと思うと、推しとつながってるならオタクキャラ失格でしょ、とがっかりの声が相次いでいる。現在指摘されているのは星町の、姉、と見られる人物との、 つながり疑惑のみで、星町本人との関係については明確になっていない。前室の関係者は、彼女が所属するホロライブには明確な恋愛禁止条項は存在していないので可能性はあります。ただ、今のビテルコなので事務所としても本人としてもこの騒動は痛で、と指摘した上で本格的な聞き取りなどはこれからになるのではないか、と推察する。 星町は騒動後に行った生配信でコメントをメンバー限定にして対応した。佐久間はまだ一切の言及がない状況だ。ワルシーマーク株式会社東京スポーツ新聞社。どう思いますかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。